皆様こんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回は奈良県奈良市にあるホテル、セトレ奈良町をご紹介いたします。こちらは世界遺産の興福寺にある猿沢池という池の前にありまして、奈良のシンボルにもなっている五重塔もすぐ近くに見える立地に立っています。ホテルのコンセプトは奈良をひも解き、奈良を作るということで、外観も奈良県のブランド吉野杉や吉野ヒノキを使ってデザインされています。早速中に入っていきますが、内装も外と同じイメージで木のぬくもりを感じられ、清潔感があります。大きなガラスを使うことによって、中と外が同じ空間にあるような開放的な雰囲気が広がります。入り口付近にはホテルのオリジナル商品が並べられていたり、壁には奈良の土を使って土壁の歴史を表現されています。右手から猫墨という様々な形の土で積まれた壁、左へ行くとだんだんと規則的になったり、凹凸がなくなったりと、ホテルの至る所でこのような手法を見ることができます。他にもフロントすぐ横にはマイスタールームという6畳の茶室があり、奈良の老舗が手掛けた畳を床に敷いて、釘を使わない三方格子という組み方で囲み、障子にも奈良の職人さんの和紙、天井には竹が使われています。こちらでは無料で参加できるお写経体験などのワークショップや、共有スペースとして本を読んだり、くつろいだりと自由に利用することができます。次はクラブラウンジです。セトレ奈良町ではフリードリンクになっていまして、滞在期間中バーカウンターを利用することができます。おしゃれな軽食やワイン、ウイスキー、ソフトドリンク、ビール、紅茶など自由にいただけます。そして何より嬉しいのは、これらをお部屋や共有スペースに持っていき楽しめるところです。奥のダイニングではテーブルの配置が北と南に分かれていて、それぞれに少し違った空間でお食事をいただけます。ここからさらに奥に進みますと、会食やちょっとしたパーティーで使えるプライベートルーム、シェフが目の前でお料理を振る舞ってくれるカウンタールームも用意されています。セトレ奈良町の建物はカタカナのコの字になっているので、その空いたスペースには大きな中庭が広がります。お庭では鶏が飼われていたり、なんと木くずを使った足湯のようなスペースまであります。利用客にはとにかく奈良を味わっていただこうと、そしてお部屋にとどまらず、館内を回っていただこうと工夫を凝らしています。フロント横の階段を上がるとライブラリーがあり、フリードリンクを持って居心地のいい空間で読書を楽しんだり、またレコードで音楽を楽しんだりもできます。4階建ての建物、それぞれの廊下では外観と同じように吉野杉が空間を満たし、窓からは先ほどの中庭が見えます。次はお部屋の中に入りますが、そこでもやはり木が多くあしらわれていて、ぬくもりを感じますし、現代的なデザインでとてもスタイリッシュです。お部屋のタイプは全部で5種類ありまして、猿沢池を眺められるお部屋や壺庭があるお部屋など、それほど広くはありませんが、それぞれに魅力があります。こちらのホテルでは大浴場など共有のお風呂はありませんが、水回りは当然綺麗で、町の中心にあるホテルとしては十分だと思います。他にもアメニティなどもこだわっておられて、随所におもてなしの心を感じるところも魅力の一つです。次は夕食を少しご紹介いたします。夜の料理のジャンルは創作フレンチになると思いますが、工夫を凝らしたそれぞれのメニューに奈良県産の素材が使われていますし、その料理に合うお酒がそれぞれに書かれています。日本酒など数えきれないドリンクメニューももちろんフリードリンクに含まれています。お酒好きの方にはたまらないのではないでしょうか。食後にはお部屋でゆっくりもいいですし、奈良町周辺の散策もいいですね。他にも螺旋状の長い階段の先には星空テラスという共有スペースがあります。エレベーターで4階まで行くと楽に行けますが、そこでは興福寺の五重塔や奈良の町並みがご覧いただけます。奥には大阪との県境の山、生駒山も見えていますね。ここを含めた共有スペースでお酒を飲みながらくつろぎ、ゆっくりと日頃の疲れを癒してください。はい、次の日の朝では
予約しておけば無料でガイドの方に奈良公園をご案内していただけ、奈良の魅力を教えてもらえます。朝の奈良公園はとても気持ちがいいので、ご自身でお散歩やホテルで借りられる自転車で散策するのも楽しいと思います。朝食では可愛いヒノキの木箱に入ったお料理や焼きたてのパン、他にもバーカウンターでデザートも含めてビュッフェスタイルでいただけます。さて、今回は猿沢池の前にあるセトレ奈良町さんをご紹介しましたが、奈良にこだわった立地のいいホテルです。スタイリッシュな建物で過ごす、少し贅沢な奈良の旅のご参考になりましたら幸いです。それでは今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。